中小企業事業者や創業希望者に対し、お金を使わず知恵を使って売上アップの相談サポートをコンセプトにしている坂出ビジネスサポートセンター坂水が、2月2日に相談件数が800件を突破しました。坂水には製造業やサービス業の方など幅広い業種の方が訪れており、満足度調査では99%の満足度を得るなど、地域の中小企業事業者の方たちにも欠かせない場所になっています。この日も坂水に相談をしに来られた方がいました。当初の目標としては1年間12ヶ月で800件という、一つの目標があったんですが、結果としては今年の2月2日に800件を達成いたしましたので、当初より1ヶ月ほど早く達成したということで、まずはちょっとスピード感を持ってできたことに安心をしておりますし、それだけ多くの方に来ていただいたということをとても嬉しく思っております。いらっしゃる方々はですね、前のインタビューでも申し上げたんですが、本当に多種多様、いろんな業種の方々、いろんな立場の方々とか、年齢も多種多様で、本当にこちらもいろんな情報をいただいて勉強になりますし、少しでもお役に立てていけるように、一つ一つのご相談に耳を傾けてやっているということでございます。はい。そうですね、800件ほどの相談に対応していく中で、やはり経営者の方々とか起業を目指す方々にはある程度共通した悩みっていうのがあるなということが見えてきましたので、今我々がやろうとしているのは、そういった悩みにお答えできるようなイベントとかでですね、セミナーワークショップでスキルアップを図っていったり、あるいは知識についてより学んでいただいたりというようなことを積極的にやろうと思っておりまして、ちょうどですね、今年の2月28日1周年を迎える日と、それから3月1日を中心にですね、たくさんのちょっとワークショップイベントを企画しているところですので、もし1周年記念イベントは皆さんが使えるというふうな実践的なことをイメージしてですね、意識して作った企画がたくさんありまして、例えばすぐに使えるインスタグラムのですね、活用講座でありましたり、あるいはその誰でも簡単に魅力が伝わるようなデザインを覚えていただくデザイン講座であったり、あとは SNS で映えるですね、スマホ写真の撮り方講座でしたり、さらには中小企業のでも活用できるクラウドファンディングの講座、そして経営戦略の基本の木から始めるフレームワークの講座と、マーケティングの基本の木から始めるという使えるフレームワークという、大きく分けて 6種類の講座を合計10回企画しております。坂水では11月より事務局マネージャーとして長谷川雄一郎さんが就任しています。長谷川さんは相談に来られた方の相談内容の管理や、季節やイベントに合わせた掲示物の貼り替えなど、相談しやすい環境づくりも行っているそうです。私自身も自分で事業をやっておりまして、でその事業をやっていく中で、その経営の難しさであったり、売上アップに向けたその考え方というところの自分で考えるというのは難しいなというところをずっと感じていて、それが坂水で、そういった方がいらっしゃって挑戦できる場所が四国にできたというところもありまして、これもチャンスだなと思いまして、こちらで働こうと思ってこちらに参りました。皆さん中小事業者の方や創業の方たくさんいらっしゃるんですけれども、多くの方はすごくチャレンジをしようと前向きな方が多いので、そういった方がたくさん、いらっしゃるこの坂水はとても活気にあふれているというか、前向きに挑戦できるそういったフィールドがあるので、ぜひそういった気持ちがある方はお気軽にお越しいただければ幸いです。はい、イベントの内容や申し込み方法については、坂出ビジネスサポートセンターの公式サイト、またはフェイスブックをご覧ください。またお問い合わせの電話番号は0877-853015、
0877-853015となっています。